はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日は2020年3月の6日、週末金曜日ですね。今時刻は夕方15時37分です。今日も今の時刻にチャートを見ながらあれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。ドル円、今ね、これ4時間足を表示させてますけども、ドル円並びにね、他の通貨ペア並びに株式相場だったり大きく崩れてるっていう状況ですよね。先週末にこう大きくドーンと下がってきて、これドル円ですけども、一旦この日足の目標、107.5 円近辺、これで、週を終えたっていうところで、自分の、週明けの考察としてはね、ある程度戻ってきたら売りたいなと。売るプラリオっていうのは、売るシナリオっていうのはね、変わらなかったわけですけども、こういったね、一つの目標を到達したっていうところを見ると、ここでもある程度のレンジ化するか、もしくはある程度戻った後に再度大きく売りをされていくかっていうところをね、想定していたんですけども、結局高値、4時間足レベルでもこの高値を更新できずに、最終的にこの、移動平均線だったような位置から再度こう強く売られていったと。そういうところで、アメリカの、緊急追加利下げなんていうのがあったりしてね、ファンダメンタルズ的にも円高に傾く要素が強かったっていうところですね。で、現状このドル円の流れが、どこまでいったかというと、この上位足レベルのこの持ち合い、上からね、こうずっと売られてきたわけですが、この下限まで、この目標もすでに到達して、この 104.5 円近辺、以前このクラッシュでつけたような底だったりとか、その後の戻りでつけたこの安値だったりとか、そういったところに向けて、もうぐんぐん今円高が進んでいると。で、世間を賑わしている、新型コロナウイルスの感染拡大だったり、それにつられて、株式相場も大きく暴落したりとか、そのコロナウイルスが蔓延していることによって、経済が停滞して、それによってね、他のものも、売りを呼んでいるような状況、かなりね、ネガティブな感情に、相場が包まれているっていうところですよね。で、今じゃあこの状況で、買いの目線を持っていけるのはどのあたりなのかというと、ちょっと見出せないのが、現実であって、週明けのその、ある程度の戻しっていうところが、戻り高値を超えてね、はまってくればある程度の戻しが入った可能性はあるわけですけども、現状その安値を超えてこうレジサポ転換してね、売られていったっていうところを見ると、まだまだ今のこの流れっていうのは、短期足レベルで見てもこの高値を切り上げていくような状況にはないっていうところですね。なんで、切り上げて、切り上げラインを、ブレイクしたところ、切り上げラインをブレイクしたところっていうのは、戻りのいい、いいチャンスにはなってくるのかなと。あまりね、こういう一方的な相場っていうのは、少ないわけですけども、いざね、こういう一方的な一方通行の相場が始まると、もうこの高値を超えることがなかなかできないっていうところですよね。自分は再度ね、この辺りだったかな、107.55、この辺か。これでね、ちょっとだけ、売りのポジションを持って今、まだまだ保有している状況ですけども、この 104.5 円、直近の最安値っていうところだったり、さらに言うとその下っていうところもね、現状は見えてくる状況にはいるのかなと。ただここは、月橋レベルの抵抗体、このレンジを、しばらく続いてきた、レンジがしばらく続いてきた、高値切り下げて安値切り上げてる持ち合いの中にいて、今高値から強烈に売られてきている状況はあるので、これ抜ける可能性十分考えられるわけですけども、これを抜けてしまうと、これ以前ね、トランプラリーなんて言われて、トランプ大統領が大統領だったきっかけでドーンと上げていったこの100円っていうところから、114円だったかな、117円かっていうところまで、強烈な上昇を見せた、その底が見えてくるっていうところ、加えてこの持ち合いを下に抜けてきてしまうと、この100円をも割り込んで、以前作ってきたのはこういった最安値、これが 3.11 とかね、リーマンショックでつけたこの底、80円とか、そういったところが見えてきてしまう水準になってくるので、もちろんね、そこまでは時間がかかるので、一瞬で、ね、ドーンと下がっていくってことではないですけども、ある程度戻って、下がって、戻って下がってということを繰り返すわけですが、今現状、この流れから、反発の買いを狙うっていうのはちょっと危険な状況にはありますし、ある程度まで下がったら、売りたいなと。その売る水準としては、104.5 円、直近の安値
ここですね。この辺りに向けて、上がってきたら売るって選択肢を持っていければいいのかなというふうには思います。ただ無理をするとね、どうしてもその例えば重要指標だったり、月の頭の動きっていうところからある程度強く戻る可能性はあるので、その流れが出るまでですね、ずっとその、戻ってきたら売るっていう選択肢を持って、見ていくのが、ベターな選択肢になってくるのかなと。で今相場がそのかなりねそのネガティブな感情に包まれてきてるっていうところがあって、ただ相場がその一方向に傾けば傾くほど得てしてね、逆方向に進んでいきやすいってい こう皮肉な部分はチャートの中にあるわけですけども、でも今この中でね、今現状を見てるチャートの中でその逆の目線に持っていくっていうのは、現実的ではないので、素直にね、トレンドフォロー自分が推奨しているというか、一番見やすい、その流れをつかみやすい時間軸として、4時間足のトレンドですね。現状、この4時間足の戻り売りが入っていって、ドンと下がっていった。なので、ある程度上がってくると、またその4時間足の戻り売りが入ってくると。で、この流れが変わるまで、例えばその戻り高値を回復するまで、この流れは継続していくっていうところを見ると、まだまだ、この先も、しばらくは続く傾向にはいるのかなと。で、これね余談ですけれども、世間を賑わしているその新型コロナウイルスの蔓延というところで感染拡大を防ぐために、例えば学校休業したりとかね、いろんな対策が打たれているという状況にはありますけれども、正直そのコロナウイルスというのは、お医者さんがね、正式に、厚労省かな、正式にアナウンスしている通りただの風邪なんですよね。ただの風邪っていうことは、通常の冬に流行っているインフルエンザとか、通常に体調悪いなとか言って頭痛くなるな、なんかこれはその、ちょっと熱が出たで、休むような、熱が出た咳が出たっていうのと同等のウイルスなわけですよ。ただそれがちょっとね新しいものだったり、その対策特効薬がなかったり、肺炎を引き起こす、基礎疾患を持っている方だったり、呼吸器疾患を持っている方だったり、高齢者の方だったりっていうのが重症化しやすかったりして、その死亡例が報告されているっていうところだったり、そんなところがね、そのネガティブな、怖いなんてイメージが先行しているわけですけれども、実際にはその致死率っていうところを見たとしても、インフルエンザ、通常のね、インフルエンザだったり、それこそ風邪とかと、同等レベルなんですよね。ただそれがピックアップされてニュース等で流されるので、これだけ不安感を、かき立ててる部分はあるんですけども、そこまでその不安感をかき立てる理由があるのかなっていうのが正直なところですね。ただ今メディアと言われているテレビなんていうのはそれを頻繁に放送するわけで、実際にこのホームページ上で厚労省とかで発表されている正しい情報というか、そんなに危なくないですよと、普通の対策をしていれば大丈夫ですよっていうアナウンスがなぜか無視されている事実があって、とにかくそういった、不安感を煽る、普通はね、安心させるように、大丈夫ですよっていうのが一般的なメディアの役目だと思うんですけれども、不安をね煽るようなことを率先してやっていると。例えばね、マスクが足りないって、そのウイルス対策にマスクは必要ないっていう、公式な、データっていうのもあるわけですよね。でもなんかマスクがないと死んじゃうみたいな、そういった不安感があるわけじゃないですか。もちろんエチケットとしてね、咳がちょっと喉とか調子が悪くて咳が出るとか、鼻水が出るとか、そういった人は、エチケットとして、マスクをするっていうのは必要な部分はあるわけですけども、そのウイルス対策として、感染拡大を防ぐとしてそのマスクっていうのは必要ないって言われてるんですよね。あとその、今の混乱に乗じて、トイレットペーパーがなくなるなんていうことが、ネット上でデマとして流れて、店頭からトイレットペーパーが消えたと。過去のね、オイルショックのような状況っていうのが、現在目の前で起こっていて、自分の近所からもね、そのトイレットペーパーが消えてるっていう状況があるわけで、なんかすごいことが起きてるなと。まずはその不安をかきたてられるわけじゃないですか。でも実際に、じゃあどうすればいいのか、どういうところでその不安が解消されるかっていうところを見ると、
その余計な情報に惑わされずに正しい情報に目を向ける以外におそらくないんですよね。その正しい情報に目を向けるっていうのはどういうことかというと、自分たちができる対策っていうのが主に、映らないっていうのは当然、やっぱりその集団、映るとその感染させてしまうリスクも高まるので、できるならば映りたくないと。その対策として、手洗いをしっかりするというところと、むやみにその人混みに近づかないっていうところですね。で、それを遂行するだけでも、その感染拡大を防ぐことができるわけであって、なんかもう政府がね、焦って無駄に対策を出てるような、今更ね、その学校休業したりとかっていうところで、じゃあその感染拡大が急速に収まるのか、確実に収束に向かうのかというと、疑問符が、出ざるを得ないっていうところですね。前々から、この1月の当初ぐらいから、当初の対策が遅れて、防ぐことができずに、感染が拡大していったと。このままいくと、4月、5月、3月、5月ぐらいだったかな、4月、5月ぐらいに、感染者が爆発的に増えるというのがもう試算上で出ていて、今現状、その試算に向かって、進んでいるというか、防ぎようがない状況ができてきるわけですよね。で、仮に小学校を休校したとして、じゃあ親御さんとかが仕事をしていて、満員電車にまだまだ毎日呼ばれていて、あれって密室なわけで、そこで感染って普通に拡大していくわけじゃないですか。現状、無症状の感染者っていうのも、たくさんいて、そういう人たちは普通に生活をしていて、検査をすることもできずに、どん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 その、感染を拡大していってるわけですよね。で、どこで収束するのかっていうと、一般的にその乾燥する時期を乗り越えるとか、気温が上がってくるとか、そういったところになると、一般的なそのウイルスっていうのは、感染が落ち着く時期っていうのが来て、それは別に、新型コロナウイルスに限らず、インフルエンザとかでも同等ですよね。冬に流行って、夏にはあんまり起こらないみたいな。なんで、自分たちができることっていうのは限られてるわけですし、そんだけ、不安感を煽るそのメディアっていうのは、正直何なのかなっていう思わざるを得ないっていうところと、でもそれが今のその情報を席巻している部分があるので、その余計な情報によって今株価だったり、為替だったりのが下がっているっていうのが、事実なんですよね。下げたいがためにそういった偽情報を流しているというか、あ、ちょっと逆説的っていうか、根拠もない、話ではありますけれども、そういった部分もなきにしもあらずなのかなと、思わざるを得ないというかね、正しい情報を本来は発信するべきなのに、そういった正しい情報がなかなか出てこないと。で、その混乱が混乱を呼んで、さらに混乱を後押しするような、対策を打って、いるっていうのが、今現状ですよね。で、その現状っていうのを、自分たちがね、しっかりと把握して、まずはこの焦らないっていうところが、一番ですし、もちろんね、収束に向けて協力するっていうのももちろんですけれども、変な情報に惑わされてね、焦らないっていうのが、一番ですよね。で、もちろんその為替、その株式相場も同等なんですけれども、あまり不安な状況に駆り立てられると、一方向に目線が行ってしまって、もうすでに反発を見しているのに、まだまだ恐怖を持って暴落を見ているっていうところも、出てくるわけですけれども、現状、例えばドル円っていう流れを見てみると、ここが週足、月足のサポート、105円近辺ですね。そこまでまだ100ピプス超あるので、まだまだ、売り意識は強いですし、もちろんこれ底を抜けてドーンと行く可能性はあるわけですけれども、こういった強固なラインを突破していく際には、何らかの再度ね、ファンダメンタルの後押しがあったりする必要がある。今で言ったら何でしょうね、
東京オリンピック中止とか なんかね、そう強いファンダメンターズがあると、まあ、ドーンとね、一瞬でこう下がっていく可能性はあるので、まあ、そういうところにはまあ注目するべきところですけれども、まあ、今できる戦略としては、まあ、ある程度、まあ、小ロットでもいいんで、まあ、上の方からポジションを持っていったとしたら、まあ、ダラダラダラと、まあ、保有していくのが、まあ、ベターなのかなというふうに思います。一応ね、まあ、それぐらいですよね。で、まあ、トレンドフォローしていくっていうところで、そのトレンドが崩れたところから、ところで、まあ、ポジションを決済すると。で、次どうなのかなっていうのを、まあ、しっかりと見定めるっていうところですね。で、その方向性として、まあ、4時間足っていうのは使いやすいので、4時間がまあどっち向いてるのかなってところで、その様子を見ていくのが、まあ、ベタなのかなというふうには思います。で、まあ、ドル円が大きく下がっていったところで、ユーロドルはね、逆にこう大きく上がっていったんですよね。これはまあ通常の、まあ、値動きとまあ同等、ただまあ勢いが強いっていうところがあって、自分はこういった戻り高値で何度かね、この売り、まあ、押し目、この一旦この押し目を作ってくるかなってことで、こういうところで売り、あと101.118かな。これまあちょっと売りのポジションを持っていたんですけど、結局そこを踏み上げてというか、直近高値を更新してきたってところですね。この更新してきた動きは、まあ、もちろん意味が強くて、これがまあ週足とか、上位足レベルの抵抗体で、過去何度も何度もね、こうレジスタンスされたところ、ここをまあ抜いてきたっていうのが、まあ、今回の値動きなんですよね。で、ユーロドルに関してある程度まあ下がってくると、もう長期のトレンド転換を見て、まあ、買っていく目線を持っていったっていうところではあるんですけれども、おそらくこの週足でどんどんと上昇していった流れと、直近高値を超えていったっていうところから、これ大きい流れがこうガラッと変わって、まだね、明確に変わるか変わらないかってところは、このままね、週が終わってドーッと、まあ、レジスタンスされる可能性は、まあ、ゼロではないので、ただ今の流れを踏まえると、まあ、ドル円並びにね、ドルだったり、その他の通貨ペアっていうところの流れを見ると、現状、このトレンドはまだまだ続いていく可能性が、まあ、高いのかなと。で、4時間足レベルでも、まあ、高値を切り上げている状況は続いていっていて、この1.118、これを超えていって、直近高値を超えていったので、まあ、下がってきたら、まあ、買いたいなと。まあ、そのシンプルな目線を持っていくのがベターですよね。今で言うと、まあ、1.12から1.118、こういったところまで下がってくると、またね、再度こうトレンドが進んでいく流れになってくるので、まあ、ここまでね、ズドーンと強烈に買われてきていて、まあ、ある程度調整が入りそうな場面ではありましたけれども、まあ、このままね、もうしばらく上昇していく可能性が高いのかなと。で、この上昇の流れっていうのが、結局上位足レベルでこうトレンド転換を見出す。今ちょうど移動平均線、これ月足ですけれども、ユーロドル月足、下から上にちょうど当たるような位置で、この後まあどうなのかなっていうところ。まだね、超長期的に、まあ、明確にトレンドが変わるかっていうところではないんですけれども、まあ、週足以下の時間足を見ると、まあ、これを超えて、まあ、次の目標、まあ、1.15とか、まあ、再度この高値、まあ、1.25とか、まあ、ここで、まあ、ダブルボトムを見せて、トレンド転換していったらすると、まあ、その先ね、まあ、最高値を目指してこうぐんぐん上昇していくような、まあ、超長期的なトレンド転換を、まあ、見せるような場面には、まあ、いるのかなと。一応ね、前々から見ていた、まあ、プラン通りに、まあ、そこを打って反転していく流れっていうのが、まあ、いよいよ現実的にはなってきたのかなっていうところですね。ただね、まあ、週足レベルの抵抗体っていうのが、まあ、ちょこちょこあるので、このままズドーンといくよりも、まあ、ある程度ね、下がりつつ上がりつつ、下がってきたらその押し目を拾っていくっていうのが、まあ、現実的ではありますけれども、まあ、長期の目線として、まあ、上に向かっていくっていうのが、まあ、今後のシナリオとしては、まあ、一番、まあ、見ていく流れとして、まあ、素直な動きになるのかなというふうには思います。これ、ポンドドルですね。ポンドルの週足。こちらも、まあ、前々から見ていた週足レベルの高値を作ったお知らせで、ここから今1本ポンとね、陽線が立ったと。この1.28っていうところで、まあ、サポートされて、まあ、現状、まあ、強く陽線が立ってると。 で、この日足レベルの切り下げを、まあ、抜けるか抜けないかっていうところまで今値が来てるってことですね。で、戻り高値、まあ、明確にはこの戻り高値を超えるまで1.30かな、
まあ、流れが変わらないというところで、まだね、再度この戻り売りが入ってくる可能性はありますけれども、ここで強く反発したという意識だったりとか、ここまで短期足レベルで日足4時間足、それ以下の時間足で強烈に買われてきているという流れを見ると、ここで4時間の、ね、トレンド転換をしてるんですよね。こういうところで4時間のトレンド転換をしているので、逆三度を作ってね、ドンと上がっていってると。で、自分は昨日ね、ちょっとこの辺りで、買いのポジションを持ったんですよね。ただ現状は日足の切り下げがあって、すでにポジションを解消してるんですけども、これもすでに、抜けてきている状況があるので、下がってきたら再度ね、ユーロドル同様に、買っていく選択肢を持って、この先のチャートを見ていこうかなというふうには思ってます。で、ボンドルも同様に月足っていう流れを見てみると、今現状、ここでダブルボトム、2番底、まだね、厳密にはダブルボトムは成立してないんですけれども、かなり強く反発をして、そこからの、この押し目が入ってきている状況で、月足レベルのこの切り下げを、一応ブレイクしてきている状況にあると。で、その押し目が入って、今度はね、移動平均線上から下に当たるような位置、押し目が入ってからの陽線が立っているような状況に今いると。 これも押し目が入っていくと、直近高値を超えてね、ぐーんとさらなるトレンドが進む、トレンド転換の、ヨット波動第3波ですね、ぐーんと伸びるような場面っていうのが、この先想定は、できるというか、一番想定しやすい状況にはいるので、安い位置からね、買っていくっていうポジションを、できるだけ持っていきたいなというふうには思ってます。はい、そんなところですかね。今世間はネガティブな感情一色、とにかく不安感、収束を見ないコロナウイルスに、右往左往させられてるわけですけれども、どうしてもね、世間に出てくる情報、政府の対応だったり、ニュースで流れる情報だったりっていうのは、どうも信憑性を欠くというか、本質を見ていないというか、逆に何らかの本質が隠されているというか、っていうものを感じざるを得ない部分はあって、でもそれはね、正直余計な感情でもあるので、裏でうごめいているものはあるのかなと、それぐらいの感情にとどめつつ、自分たちができることはね、今目の前のチャートがどういうふうに動いているのかなと、強烈に売られてきていて、ネガティブな感情に包まれていて、とにかく、売られている状況はあるんだなと。ただ、目標、ドル円に関しては目標が一応迫っているので、この辺りまでの、戻りを狙っていきたいなと。で、ある程度下がっていった後に、何らかの要因で、戻り高値を超えるような急激な上昇が入るとすると、そこから一旦戻る可能性はあるので、様子を見ていきたいなと。ただ、4時間だったり日足だったりっていう流れから、ある程度上がってくると、再度売られやすいと。その流れが変わるまでは、ずっとね、その戻りの選択肢を持って、様子を見ていきたいっていうところですね。ちょっとね、だらだらと喋ってしまいましたけども、3月の6日、週末の金曜日、今日は雇用統計かな。またね、大きい動きがあるかもしれませんし、今の流れを変えるかどうかっていうのはなかなか難しいところですけども、重要指標、先日のね、FRB 緊急利下げっていうところも、相場が大きく反応した部分はありますし、一応重要指標だったり、また大きい動きっていうところには、ファンダメンタルね、多少の注目するとして、今はとにかく戻りを狙いたいなといったところで、今日のチャンネルは終わろうと思います。それでね、今回の話は以上です。また更新します。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。